農業用、工業用ロボットはおろか、役所や商店、医者とありとあらゆる仕事がロボットに任されました。そして警察や軍隊までもがロボット化されたのです。次から次へと便利なロボットが発明されましたけれど、そのうち発明するのも面倒くさくなってしまって、発明家ロボットナポギストラ博士を作ったのです。全身はほとんどコンピューターです。博士は人間がさらに楽をするための発明を続けました。そして人間は働く必要がなくなって、毎日が日曜日になって、博士の最大の発明はイメコンです。イメージコントロール、つまり心に思うだけでロボットに伝えるシステムです。これで人間は指一本動かさず暮らせることになりました。天国だよ。直ちにイメコンの使用を中止してください。突然何を言い出すんだね。人間の体は使わなければどんどん衰えていくのです。このままでは我々はロボットなしでは動けなくなってしまいます。ご心配いりません。おお、博士。そんな時の対策はできております。また何か発明したのかね。ご覧ください。このカプセルの中に入れば自由に動き回れます。お、これは素晴らしい。全国民に一台ずつ与えよう。いいか。早速カプセルが役に立ちますな。やめろ。誰がこんなものに乗るか。やめろナポキスト。あの男感づいたか。警戒せねばならん。全国民の皆さん、我が輩はチャモチャ星皇帝ナポキストラ一世である。人間の時代は終わった。これからはロボットの世紀が始まるのだ。役立たずの人間どもに代わって我々が世界を支配する。何、ブリキン島が消えた。はるばる地球にまで行きながら手ぶらで帰ってきたというのか。素早く宇宙に逃げ出したと思われます。宇宙へ。宇宙へ逃れたのか。一体どこへ。そうか、奴らはこの星に戻ってくるぞ。まさかそんな大胆な。いや、地球人がサピオに味方すれば油断できない。陸も空も海も厳重な警戒態勢を取れ。何事だ創造士。この間違い、迷子になった巡視船が北極海をさまよっておりましたら、ブリキン島を発見しました。何、それは本当か。間違いございません。機動部隊直ちに出動。黙れ。お前たちは人間のしぶとさを知らんのだ。生け捕りにするまで警戒を厳重にしろ。顔のでかい割にほんと気が小さいんだから。なんだ。いえ、厳重な警戒を続けますでしょ。誰だ。地球のロボットドラえもん。地球人のび太。お前たちだな。サピオ一味をかどわかしたのは。えへい。みんなで払っちゃったよ、ナポちゃん。ナポちゃん。皇帝陛下と呼べ。くどい。人間などこの世から消滅させてやる。では仕方がない。なんだ。やいまで。全軍に次ぐ。そんなおもちゃに構うな。総力を挙げて収容所を爆撃し、人間どもをすぐに処分しろ。何、一人もいない。トントントン。はい、トントントン。何をバカなことを言っとる。糸を巻き巻き。糸を巻き巻き、糸を巻き巻き、引いて引いてトントントン。糸巻き巻き糸。